ずいぶん変わってるね。強い人が卒業しちゃったのか、うん、これはしょうがねえやな、うん、チャリ大変だろうな、上がったり下りしてから、うんうん、全然こっち気にしてないもんな、うん、
歩道があればいいんだけど、うん、いっぱいってわけでもねえのか、あれはマグラか、後ろ乗ってないのか、うん、それにしてもすごい風でしたね。そうですね、ずっと向かい風だったので後半きつかったんですけど、まあ後続の人たちのためを思って頑張りました。ありがとうございました。さあ、そして安原選手です。区間賞おめでとうございます。砂だよ、うん、でも持ったからだ、うん、あれあれだろ、掘ったやつをこっちもあげたんだろ、うん、捨てに行かないで、うん、使うんでしょうや、うん、普通捨てに行っちゃうじゃん、うん、だから捨てに行かないで、うん、全部は使わなくても使うんでしょうや、うん、汚いっつってじゃないから、もともと掘ればほら海の底だからよ、うん、下は砂は綺麗だから、もう塩味も抜けてんでしょうから、うん、量でしょ、うん、だからそうしてみると東京の方も埋めてないんだよね、うん、だよ